皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はドでした。ぐどうほどうとなりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。カンナ、ベンチとなりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は、ぶでした。油、やぶみとなりましたね。食生活に欠かせない油ですが、人が生きていくために必要となる三大栄養素、タンパク質、糖質、脂質の脂質に分類されます。脂質と聞くとダイエットの大敵と考える人も多いと思いますが、不飽和脂肪酸はコレステロール値を下げ、生活習慣病に対する効果が期待されているそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。ささみ、鎖となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。
正解はラでした。白子、からしとなりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はたでした。頭、擬態となりました。擬態とは動物が攻撃や自衛などのために体の色や形などを周囲のものや植物、動物に似せることです。擬態する生き物の中でもミミックオクトパスはウミヘビ、ミノカサゴ、カニ、カレイなど40種以上の生物に擬態するんだそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は木でした。浮き輪、秋屋となりました。夏の間に使った浮き輪は洗って乾かした後、空気を抜いてからベビーパウダーを軽く振りかけて畳むとくっつき防止になるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。いかだ、おかかとなりました。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はよでした。ひよこ、ぶようとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はグでした。寝癖、マグロとなりました。追加でおまけの問題です。マ
スの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。